どうも、新宿アボイ管理局です。伊沢です。新宿アボイの中年の市長でございます。ということでね、いやあのさ、うん、はい、本当になんてことない疑問なんだけどさ、はい、街歩いててさ、こう飲食店見たらさ、はい、たまにこのなんかさ、政党のポスターみたいな貼ってる店とかあるじゃん、はいはいはい、もう俺がたまたま見たのはね、うん、消費税反対って書いてあるね、うんうん、ポスターの、はい、その店飲食店だけどさ、うん、消費税取ってないのかなとかね単純になんか俺疑問持っちゃうんだよ。なるほどね、うん、取ってんのかなとかさ。まあ取ってはいるでしょ、もちろん。じゃあなんで反対してるんですかとかってなんないかな、言うやついないのかな、さすがにそんなの。まあ、うん、まあ別に飲食店じゃなくてもさ、普通に商店とかでも貼ってるところでさ、うん、消費税反対って、それはそれ、これはこれなのかな。だから今はもうしょうがない、制度としてあるからしょうがないけど、うん、じゃあ本当は取りたくないんですよってこと、取りたくないんですよっていうことなんじゃない。まあ、打ち税にしてる場合もあるだろうけどね、直接プラス消費税という取り方。ああ、なるほどね、消費税としては取ってませんよ、うん、だから こっちで店側では、まあもちろん払ってますよっていうね。あ、でももう今あれじゃない、表示が全部打ち税になったんじゃなかったっけ。ああ、そうですか、うん、いや分かんない、うん、だからその分安く提供できるように提供してんのかな。本当はしたいのけど、したいけど制度上いっぱい消費税取っちゃってますよっていうこと、うん、そうそういうことなんじゃない。なんかジレンマ抱えないのかな。いや、まあそこはまあ気にしてないのかな、うん、別にそのこれ俺が単純に意地悪な目線で見てるからってことかな。うん、だからその政党を応援してますっていう話でしょ。うん、まあまあそのだから それだけじゃないからね、おそらくね、その政党も、あ、まあいろんな政策があって、いろんな政策があって、今一番目立つのがじゃあそれだから、それをポスターにしてるだけって、うん、そう俺だったら貼れないよな。あれでもさ、俺見せてたらちょっとなと思うもんな。まあ、だからそれはだからそういう人はもう本当に支持してる政党のしか貼んないんじゃないですか。なるほどね。うん、あ、もしかしたらそこも俺別に悔いに行ってないから分かんないけど、うん、消費税は本当は取ってないです。うん、ただ申告するときはちゃんと、まあ、こっちが水に切って払ってますよとかだったらすごい分かるよね。ああ、なるほど。さすがですね。だから内税ということでしょ。そうそうそう、要はね、税込みっていうことだよね。うん、いやまあなんかそんないっぱいありそうだな、うん、俺が意地悪の目線で見たら。あれってだって普通に払してくださいっつって言ってるわけだもんね、多分ね。ね、まあもちろんその支援してるっていう意味合いもあるんだろうけど、単純に飛び込みで行って、うんうん、いやこういう政策でやってるんで払してくれないですかっつって、うん、じゃあどうぞとはいうことなんだもんね、うん、あれって、うん、あれもう全ての政党のポスター貼ってる家とかあるよね。あるある。あれってだから要はそこの人は何言ってないけど、うん、ないから、あ、いいですよって言ってる人たちなので、1枚貼ってたら多分行くんだろうね、うん、この家貼ってるから貼らしてくれるかもっつってね、うん、だからまあでも支持政党じゃないとダメっていう人もいるだろうけど、うん、でもな、全く真逆の政党の貼ってあったら、うん、ここの家うちでも誰でも貼らしてくれるなんて、うん、多分ね、全政党の貼ってあったりとかね、あるある。で、あのさ、ポスター貼ってるさ、うん、なんか画鋲じゃないけどさ、なんか止めてるやつあるじゃん、うん、あれなんかすごいよね、あのさ、コンクリートにもくっついてんじゃん、そうあ、なんかも花みたいな模様のやつね、決まってんだよ ねあれすごいよね。あれ相当粘着力あるんだろう ね。あれ一般的に活用できないのかな、売ってんのかな、あれ自体。まあ、ああいうシールは、まあ、あのシール自体は売ってないだろうけど、よっぽどじゃないとだって剥がれないもんね、あれね、台風でも剥がれないときはね、なんかまあ相当あれなんだろうね。でも確かにそこにが例えば壁に画鋲で貼るわけにいかんからね、そうすごいよね、あれ配られるんだろうね、おそらく、うん、ああいう専用のやつでね、うん、うん、ポスター貼りとかもしなきゃいけないんだろうな、だからその政党の人たちは、そうで探して、うん、ここ貼っていいですかとかっつって、そう水かけられたりとかするなら、ああそれはあるでしょう。だって10軒行って10軒がどうぞとはならんから、多分1軒あればいい方でしょ。それは大変だよな。で文句言われて、いや私はあんたのとこは別に支持してないんで、
あなたのやり方おかしいですよとか、例えばね。そうだよ。それでね、やっとの思いで晴れたと思ったらさ、うん、その飲食店にさ、俺何、消費税反対してんだったらお前消費税取んなよとかっていう変なやつも出てくるわけじゃん。まあまあまあ、確かにね。まあ現にね、今目の前にいたんで。割に合わねえよな、でもそういうのってな。いや、だから大変ですよ。大変だよな。本当に。いや、それこそさ、駅前とかで演説しててさ、うん、ずっとなんか質問攻めに合ってるその議員さんとかいるもんね、なんか、うん、どうなんですかこれはとか、うん、なんかいろいろ聞かれてて、うん、いやこれに関してはどうのかなどうのかなって、うんうんうん、でも邪険には扱えないじゃん、うん、もう有権者、うん、これは大変ですよ、うん、大変だなと思って見るもん。それこそさ、別にコロナになる前はさ、うん、浅草ニューウェーブっていうさ、はい、ニットのポスターをさ、うんうん、はいはい、お店とかに金京さん持ってってさ、あーはー、貼らしてもらってましたね。そんなもんやっぱ大変だよね、うん、自分で見つけていくのあれ飛び込みで。いやいや、まあまあ行ったことあるお店とかね。一回でも飛び込みでやったことあったな。なんか普通、なんか漫才協会のなんだっけな、なんかあの会合みたいなのが終わって全員で集まる、はいはい、じゃあラーメン食ってこうかっつって、うん、入ったラーメン屋で三好くんがなんかそういえばこの店ちょっと貼ってもらえますか聞きますかみたいな感じになって、おお、でポスター渡したら、あ、いいですよっつって貼ってくれた時あった。うん。うん。そうそう、だから意外とね。まあまあ、まあ、そういう芝居とかは、うん、浅草特にね。浅草だったよ。うん。いきなりね、ラーメン食いて、あ、こう生徒のポスターっていいですか。生徒はまたちょっとね。うん、一応そのライブのポスターがまたね、うん。うん。まあライブの内容も別にそんななんか思想的なライブでもないです。ないじゃん。うん。そうそう。まあでも基本的に行ったことあるところはさ、まあなんか飯、ご飯食べに行ったついでにとか、全然ダメって言われたとこはなかったね。ない、あ、そう、うん、なかった。何、うん、ですかこのポスターって言われたこともない。もうない。すみません。まあまあ、そう、食べに行かなくても配ってる時とか、あ、すみません、またちょっといいですかとかつって。全然、いや、目立つとこ貼ってたからね、今日は。うん、そうそうそう。全然、まあまあまあ、浅草はまたちょっとね、いや、それとまた別に飛び込みで急に、いや、例えばニューウェーブのチラシでも急にわけわかんないお店にこれ貼らしてくださいって急に言ったら、ちょっとさすがにね、うん、全然違う場所のね。プロレスのポスターとかもさ、うんうん、意外なところ貼ってあるとこあるけどさ、場合はやっぱ飛び込みとかでやってんのかな。どうなんだろうね。なんか知り合いのあれでとか、例えば支援者の人がちょっとお宅の店にも貼っといてよとかね、プロレス好きな人とかのに渡したりとかさ、異常に貼ってある場所あるよね。あるある、うんうん、まあ好きだから貼るんじゃない。そういうことなのかな、うん、その流れで結構ポスター貼ってあるからっつって、ちょっとこれ生徒の いけるかな生徒のちょっと待ってもらえませんか。おかしいでしょ、1枚だけ急に消費税反対とか。ああ、そうね。そういうことなんだな。まあ大変ですよ、あえてね。世の中大変で成り立ってんだよ。お願いして なんかそういう YouTube 見たことあるもん。お願いして回ってる YouTube。あ、そうなんだ、うん、あ、やっぱりまあまあまあ断られたりもしてるよね。うん、いや、そりゃそうだよ。急に行ってポスト荒らしてくれっつって、応援してると思われる可能性もあるよね。まあ、あるよね。絶対まあ応援してるなって思うし、そう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 、貼ってやりゃ、うんうん、でもいろんな政党の貼ってると、まあ誰でも貼らしてくれんだな。政党のポスターでさ、べったべたになって外見えなくなってる家とかあるよな。いや、だから異常に貼ってるとこあるよ、ね、貼ってるとこあるよな。でまたちょっと古いやつとかね、なんかもう日に焼けちゃってなんか、うん、なんだろうね、ああいうのね。田舎の方とか行くとさ、置いたまんまずっとさ、うん、もうあの、あれ？もう今安倍さんなのに、うん、麻生さんの時のポスターがあったりとかさ、なんか昔のね、野田さんの時のポスターがまだ貼ってあったり、そうそう、そういうのは。剥がしてこない、あえて剥がしに来るのかな。もうもうね、だから置いたはいいけど、忘れちゃったんで。勝手に剥がすのも良くないんでしょ、あれ。ああ、いや、俺はなんかやっぱあるんでしょ。なんかあんだよね、うん、ルールがね。剥がして剥がしに来てくれないと剥がせないってことなのかな。ああ、でもそうかもね。ルールはありそうだよね、ああいうのはね。だからそのためのああいうシールだろうしね、うんうん、選挙ポスターまではいかないかもしれないけど、ルールはありそうだよ ね、うん、まあ、そんな風に思いました ね、意地悪なこと思いましたよ。いやいや、まあ、いろんな苦労もね、知れたんで、そうですね。
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。